まず自分の体の変化であれば、そのメンタル面でしんどくなくなることもなくなったし、やっぱりその家族であれば、まあ、家族にもこう的確なというか、まあ、その人のに応じたアドバイスをしてあげられることがちょっとずつできるようになってきたんで、まあ、家族もだんだん元気になってきたり、うん、そうですね、その生徒さんもやっぱり体の変化を感じている方が多いなって思いますね。仕事であれば、その雑誌社からオファーをたくさんいただくことが増えて、あとはそうですね、雑誌以外にもこうラジオと連動したものだったりとか、うん、なんかこう来年流行るものとしてなんか紹介したいという本に掲載していただいたりっていうようなことで、なんかそういうところが大きな変化かなと思います。今までは自分がやってあげるっていう、施術をしてあげるとかほぐしてあげるということだったんですけど、なんかそれを生徒さんにもなんかできるようにこう伝えていってあげたいなっていうのが一番今大きくやりたいなと思ってるところですね。はい、私はこの養成講座にもし通ってなかったらっていうことを考えたら恐ろしいなというか、本当に通ってよかったなっていうのが一つで、だからその別に体を触るっていう仕事に携わる人だけじゃなくって、なんか一般の女性でも男性でも、なんかそういう人みんなが受ければなんかもっと健康になれるのになって思うので、ぜひ受けていただきたいなって思いますね。